夜行高速バス使用者南九州バスネットワークは、鹿児島県に存在していたバス事業者である。本社は、鹿児島県鹿児島市山下町9番5号に置いていた。岩崎コーポレーションの産業再生法の適用に伴う会社再編に伴って、岩崎コーポレーションの高速バス、貸切バス部門と鹿児島空港へのリムジンバス部門が、分社化して2004年4月1日に発足した。 なお、同社は2006年8月をもって会社を解散した。貸切車桜島定期観光バスと市間高速バスと空港リムジンバスは、林田バスが引き継ぎ、貸切バスとスクールバスは、鹿児島交通と鹿児島交通観光バスが引き継いだ。トロピカルライナー、桜島港鹿児島空港薩摩吉田インターチェンジ、吉野、金星町。 天文館鹿児島中央駅かも池港、鹿児島空港鹿児島北インターチェンジ式、近世町、天文館鹿児島中央駅かも池港、鹿児島空港四角島インターチェンジ、鹿児島中央駅、天文館鹿児島空港、高徳寺、ニュータウン、谷山連停前鹿児島交通、種ヶ島交通、薬島交通、鹿児島空港リムジン、南海優先鹿児島商船、 山川水産研究所の7社、ありがとうございます。